日新機械と申します。今回、展示しているのは2次元で撮れる FTIR というものを紹介をしております。2次元で撮れるというのはこちら の画像にあるようにカメラの画像のように見えるこの1画素1画素でこういうスペクトルデータを撮ることができます。ですので同じように見えるものであっても違う性質であれば全く違う性質になってきますのでこういう感じでそれぞれ の特徴っていうのを浮かび上がらすことによって分類することができます。でこの分類をすることによって成分の面積比率であったりとか個数のカウントそういったものをやりやすくなっております。でこちら今回用意してあるのが近赤外の領域0.9 から 1.7 の近赤外の領域のものと8から12マイクロの中赤外 の領域のものですので見たいターゲットに合わせてそのあたりを選択することが可能になっています。でまたレンズも交換可能になってますので大きいもの小さいものそれぞれに合ったレンズっていうのを合わせることによって最適な検査というものができるようになっております。